来ましたもんね。ペンギンに見えました。ペンギンには見えなかったですね。まあちょっといいですか、一緒だけ。はい、この辺でこれぐらいのペンギン見ませんでした。あのお姉さんと一緒で、はい、めっちゃ髪が綺麗なんですよ。めっちゃ髪が綺麗なペンギンなんですよ。見なかったですね。え、見てくださいよ、普通にいるでしょ。ここにペンギンが、しかも髪が生えてるんですよ。歩いてるんですよ。ちょっと見てみたいですね。見てみたいですよね。僕も見てみたいです、いるなら。そういうのは、まあ、いや僕も本当に、ね、あれですよ。僕さっきこの辺をね、はい、あのコンビニ探してたんですよ、はい、結構すれ違ったんですけど、圧倒的な美しさですね。本当に本当ですよ。あのキラキラしてて、目が、髪が、目やられちゃってましたもんね。ペンギンに見えました。ペンギンには見えなかったですね。ごめんなさい。ペンギンは、ペンギンはもうちょっとこうコンパクトな可愛さじゃないですか。でお姉さんの場合どっちかとスラッとした可愛さ。危なかったらでかいって言いそうになっちゃいました、ね、違いました。でかいって殴られて話の途中背伸びました。背伸びました。20センチぐらい。じゃあどうしますか。軽くね、このままあれもなんですから、立ち話もなんですから。あ、偶然あんなとこに、これすごい奇跡ですよ。話しててカフェが途中にあるってすごい。はあ、なんでそんな嫌そう、疲れた顔してるんですか。そんな露骨に疲れた顔されたら僕ちょっと頑張ってんのに。めちゃくちゃへこむじゃないですか。そういうこと言ってるわけじゃないです。はい、あ。攻撃的だな。そうですか。じゃあちょっとだけ行きますか。食べると、あ、ご飯にしますよ、それか。どっちがいいですか。僕はどっちでもいいです。はい、はい、どっちでも頑張ります。じゃあとりあえず最初ですから、ご飯お茶しましょうか。軽くね、ご飯だとほらめっちゃ相性悪いとさ、最悪の時間になるじゃないですか。はい、どうしようったらね、つまんねえなと思ったら僕にコーヒーかけて帰ってもらえればいいんで、熱っつって、僕いい熱いって言いますよ、熱っつって。すっげえスカッとする熱を言うよ俺。熱っ、やめてよって。どうですかこれ、そこで。はい、行きましょう。はい、もうあれですからね、僕はあの今一生必死だったんで、はい、結構喋ったんで、もう引き出しないですよ。実際入ったら無言ですけど大丈夫ですか。お姉さん結構漫談みたいな感じで喋ってもらって、私が喋るってことですか。はい、もうコミュ障をもろ出してみます。お姉さんの話聞きたいな、それ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。